ココタンを病院に連れて行きます。どうしたの？怒ってんの？大丈夫ですか？終わったね。今から帰ろうね。怒った？帰ってまいりました。大丈夫かね？もうご飯食べれるよ、多分。麻酔の後だからね、元気ない。いや、あるな、ある。怒った？帰ってきた。どうだった？怖かった？注射の時ね、プイって泣いてましたね。うわ、おしっこ。お水飲める？お水。飲めるって、もう切ったから。なんで飲めないの？ほら、飲めないの？飲めるはずで、あんた飲めるはずですよ。飲めるはずです。じゃあまたね。はい、喉渇いたね。飲める、飲めるって。何？飲めるって。飲み方忘れちゃった。じゃあ飲ましてあげますよ。ココタン。ココタン。どうですか？食べないね。ご飯はね、3種類入れてみました。うん、やっぱ食べれないかな。ココシャン、ココシャン、ニンニク中でした。よいしょ。なかなか体重増やすの難しそうだな。ココちゃん、ちょっとごめん、タオル忘れてました。ほい、はい、顎の下汚れるからね、濡れティッシュ。もうちょっと食べないとね、ココタンね。水もね、飲めないんで、青汁。気持ち、青汁水。飲む？いらない。こっち向きたくないね。飲み汁。いやなの。でも飲まないと。あー、出過ぎた。ごめん、出過ぎちゃった。ごめん。青汁。えなの。あ、やだ。暴れる体力はあるね。よかったです。はい、やだ。やだ。芭蕉は食べれると思うんだけどな。ビタミン C です。食べれると思うよ。はい、ほら、多分噛めると思うんだけど、ほら、食べれた。
ちょっと食べにくいね。わかるね。やっぱ噛み合わせが悪いのかな。ね、食べれたでしょ。このぐらいの柔らかさなら、なんか柔らかい餌を口の中入れなさい。入れれば食べれるかも。しゃぶしゃぶしなさい。ほら、歯が痛いのかな、もしかしたら。あ、食べれた食べれた。もう食べないのが普通だと思ってるからな、おそらく。なるべく柔らかいフード。これは？これ無理か？これちょっと硬いか？と、ほら。かわいそうだけど、もし食べれるのであれば、食べれることを思い出してもらいたい。食べれんじゃない？ほら、カリカリ食べれたじゃん。微妙？口の中でちょっとふやかしてさ、食べれそうだと思うんだけど、一応ね、時間かかるけど、ここ顎を持っとくとちゃんと咀嚼してるのがわかりますね。ん？食べれた？食べれたじゃん。ちょっと違和感ね。違和感あるね。あー、わかるね。なんか奥歯に刺さったかな。奥歯に詰まっちゃった。ほら、食べれた食べれた。おりっこ。はい、痛いのかな、ちょっとわかんないんだよね、そこが。本当はチモシを食べてもらいたいんですけどね。要はフード系だと、これが歯だとするとこうやって食べちゃうから伸びてきちゃうんですって、歯が。だからこうやってよくアム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 してるじゃないですか、モルモットって。口をむにゃ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 動かして食べてるのは、こうやってすりつぶして食べてるから歯がうまく削れる。でもフードだとこういうもぐもぐもぐ、人間みたいな感じに食べるから伸びてきちゃう。だからなんかかじり木系もこういう風に噛むからあんまり良くないっていうか、あげなくてもいいんじゃないって先生が言ってましたね。食べた？食べたじゃん。口の中に入れたら食べるね。で、硬いね、こういうカリカリはあげちゃいけないっていうのは知ってたんで、うちでは与えてないんですけども、クランキータイプっていうもっと柔らかいのがあるみたいなんで、ちょっと探してみようかな。ほら入れたら食べるじゃん。よかった。一応前歯も切ってもらって奥歯も削ってもらいましたね。あとはフードをちょっと柔らかくしてあげるのもいいかな、これだとね。いや、ほんと最近はもうココタンが心配すぎて、もうだいぶ憂鬱ですね。飼い主が憂鬱になってどうするんだって感じですけども、だから最近はほんとゲームやったりとか、ちょっと仕事熱心になってみたりとか、気はね、そうやって紛らわしてメンタルを保ってるんですけどもね。いや、ほんとね、お金とかで解決するならいいんですけども、お金でね解決しないことが一番きついですね。別に病院に通勤とか、通勤違うね、病院に通院とか手術代とかはね、ほんとどうでもいいんですけどもね。あなたがちゃんとご飯食べてくれたらいいな。食べた？食べ終わったかい？と、給餌もいいけど、やっぱ自分でね食べて、まあ食べるってことは多分食べるんじゃないかな。何日間か食べれない時があったんで、もうなんだろう、モルモットって病気の概念がないじゃないですか。だから、あ、食べれないのが普通なんだ、口で噛めないのが普通なんだって思っちゃってるんで、食べれることを思い出させないとね。ね、
食べれんじゃん。えらい。天才。人間もね、歯並び、歯の噛み合わせが悪くなると本当食事が憂鬱になるし、片方だけで食べたりするからね。そういう感じになっちゃうとやっぱ性交合の原因になるというか。もう1ヶ月でね、歯普通に伸びちゃいますからね。ココタンの歯はこういう感じになってました。多分図が出るか分かんないですけども、書く気があったら書きますが、こんな感じになってて切っていただきました。あれ食べたね、素晴らしい。あ、家帰りたいって。ちょっと待って、もうここにいると無理やり食べさせられるから帰りたいって。なんか舌がね、こういう感じで片方の歯が尖ってて舌が動かない状態になってたんですよね。だから給仕してる時もあんまり舌が動いてないから、もしかしたら歯の病気じゃなくて舌の病気なのかなとかも思ったんですけども、やっぱ歯でしたね。で、血液検査もねしてもらったんですけども、栄養状態はすごいいいって言われたんで良かったです。ただ細すぎるねっていう感じですね。だからかなり神経使ってあげないといけません。いやー、だからもしかしたらココタンは、まあ、草食動物は、あら落ちてきた落ちてきましたね。まだもぐもぐ中だったか。もしかしたらココタンはね、長生きできない可能性が高いですね。歯の健康が第一前提ですからね、モルモットは。とりあえず今は食べてもらうって感じでやってます。で、休みの日はね、1時間に1回給仕なるべくしてあげてますね。まあ1時間は言い過ぎか、2時間、1、2時間に1回かな。ほら、ちょっと青汁つけてみたよ食べた食べた。と今ね、青汁つけて、あらら出てきちゃった出てきちゃった。あー、足しびれた本当によかった。いやー、服につけないでよ、ついたけどはい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 、やだね、やだね。最近はこんな感じです。でもなんか柔らかいのなら食べれそうな気がするね。チモシは無理かな、さすがに。チモシ疲れちゃった。チモシは虫ダメ。口の中に入れて、実は食べれない。あ、食べてる。お、食べた。食べれたんじゃない、ココタン。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。